もう私お嫁に行けない。 検索してはいけないワードにもう私お嫁に行けないというものがあるのですが聞いたことはないでしょうか検索をしてみると真っ赤に塗られた不気味な女性の姿が出てきます。怖い絵なのでホラーが苦手な人はトラウマになってしまうかもしれません。この絵についてはネットで様々な噂があり、精神を病んだ人が死ぬ間際に描いたものなどと説明されているサイトもあるのですが、これは根も葉もないデマです。ではもう私お嫁に行けないの正体とは一体何なのでしょうか長年検索して はいいいいいけないワードと呼ばれてててた理由についても見ていきましょうこの絵は日本人画家辰島優子さんによって描かれたものです辰島優子さんは日本の画家や人形作家として活躍していますなぜこのような不気味な絵が生まれたのか気になりますよねこれについて本人がコメントをしておりそれによると辰島さんは24歳の時ある男性からストーカー行為を受けており精神的にかなり追い詰められた時期があったと言いますこの絵はその時の出来事と過去に性犯罪に相かけた時の トラウマが合わさってできた絵のようですね本人はこの絵を全ての性犯罪に対する私の決死の反逆の絵と述べておりしっかりとした意図があることがわかりますこの何とも言えない不気味さや恐怖感が相まって検索してはいけないワードとして噂になったんだと考えられますちなみにこの絵は有名なグロー画の野崎コンビーフの一つとも言われているのですが作者も違いますし全く無関係なんだそうです